天下の朝日新聞オリパラ東京大会の中止を社説で掲げておきながら、オフィシャルパートナーは継続するダブルスタンダード。でもそれって厳しく批判をしていた、募ってるけど募集はしていない、これと同じ論法なんじゃないでしょうか。はい、というこんばんは、参議院議員の時田俊です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。こちらは5月の29日土曜日に収録しておりますけども、3日ほど前、2日前ですか、朝日新聞、天下の朝日新聞がですね、社説というですね、もうあれですね、新聞の一大看板のこの社説でですね、ついに東京オリパラ大会、オリンピック・パラリンピックを中止にするべきという内容を掲げました。大新聞の中で社説というところで、もちろんインタビューとかね、いろんな有識者のコメントとかで中止をした方がいいんじゃないか、みたいなことは記事としては出していく新聞というのはたくさんありましたけども、社説というこの看板項目でオリンピック・パラリンピックの中止を主張したのは初めてだったということで話題になりました。でもですね、この朝日新聞、東京五輪、パラリンピックの、オフィシャルパートナー、大スポンサーの一つなわけですね。でもこの社説では中止を掲げておきながら、オフィシャルパートナーから降りるつもりはないということで、いやこれどういうことなんだということで批判が巻き起こったわけですね。で、その通りだと思いますよ。で、このようなことも書いてあります。東京2020オフィシャルパートナーとしてというですね、こういう朝日新聞ホームページに、なんかエクスキューズを掲載いたしまして、最後の段落こう書いてありますね、感染状況などを注視し、オフィシャルパートナーとしての活動を続けてまいりますと。2016年1月に大会組織委員会とオフィシャルパートナー契約を結んだことをお伝えした際、オフィシャルパートナーとしての活動と言論機関としての報道は一線を画しますとお約束しました。朝日新聞が五輪に関わる事象を時々刻々公平な視点で報じていくことに変わりありません。社説などの言論は常に是々の立場を貫いていますということで、こういう言い訳文も載せてるんですが、このね、新聞報道が是々非々中立であるということは、それはその通りなんだろうなと思いますし、別に広告主になったから批判しちゃいけないってわけじゃないですよ。だから朝日新聞だって、たくさんいろんな、オリンピック・パラリンピックについて厳しい意見をこれまでも、掲載してきたと思いますし、それは自由にやればいいと思うんですよ。ただですね、これ社説ですからね。社説というのは、文字通り、社の説ですよ。社が説くことなわけですから、これ朝日新聞の公的見解だろうと、多くの方が思うわけですよね。で、朝日新聞の OB でもある、バズフィードジャパン元編集長の古田さんがですね、古田さん自身は私は尊敬するジャーナリストの一人なんですが、いや、社説というのは決してこの会社の意見を代表して、誰かね、その経営陣とかが書いてるものじゃないし、論説委員という方々がいて、この論説委員という方々が独立して書くのが社説という仕組みなんだと。世間一般の方にはこういうことが伝わってないから誤解招いてるんじゃないかと、いうことをですね、ツイッターとかでも頑張って説明されてたんですが、この古田さんの説明は説明として、なるほど、新聞っていうのはそういう仕組みなんだなというふうに思わなくはないんですけども、でもこれは社説としてね、ただ対外的にはもう社説としてオリンピック・パラリンピックを中止せよと大々的に打ち出した。で、論説委員が独立して書いてあったとしてもですね、この紙面の掲載を朝日新聞として認めているわけですから、これはもう社の言説と言っても過言ではないというか、私もそう思いますし、それはそのように世間が受け取るということはもう間違いないわけですよ。で、これどっかで見た光景だなと思ったんですが、桜を見る会ですよ。桜を見る会で、安倍総理大臣が、いや、これは公金の普通、ね、支出としておかしいんじゃないかと、どうやってこの人集めてきたんだ、自分の支援者ばっか集めて、桜を見る会連れてって、みたいな、この追及ずっと受けてた時に、こういう名言残されたのを覚えてる方もいらっしゃると思います。募ってはいるが、募集はしていない。募ってはいるが、募集はしていない。ということで、安倍総理大臣は答弁をして逃げ切ろうとしたわけです。これに対してはですね、ありとあらゆるところから、当然マスコミも批判するし、一部野党も猛反発をして、それはおかしいだろうということで批判したわけです。私もおかしいと思いますよ。募ってはいるが募集してはいないなんて、募るってもう募集の募じゃないですか。それはもう参加者をあなた集めたんでしょうと。で、それは公的な税金の支出先としては、支出方法としては間違ってるんじゃないですかと、いうことを、言ってきたわけですよね。でもそれにもかかわらず、じゃあその朝日新聞が、そういう安倍前総理を批判してきた朝日新聞が、社説ではあるか、社の意見ではない、みたいなことを言ってですね、いや、これはもう自分たちの経営方針とは全然違うんですよと、これは一部の論説委員の方々の言説なんで、朝日新聞公的見解じゃありません。だからオフィシャルパートナーは続けるんです。みたいなことはですね、これは通用しないですよ。おかしいんじゃないかということはね、改めて私は強調させていただきたいと思います。加えてですね、これは、日本維新の会の馬場伸幸幹事長なども指摘をしていることですが、朝日新聞はですね、夏の、甲子園大会のパートナーでも、
主催者でも、あるわけですから、じゃあ夏の甲子園っていうのは、当然じゃあオリンピック・パラリンピックの中止を掲げる以上、あなたもう主催者の一人ですけど、もうこの時点で中止を決断するんですね、ということにも、なってしまいますしですね。だからこそこの、いろんなね、その甲子園の大会とか、スポーツ大会のノウハウを主催者として持ってる朝日新聞として、そういうのをね、東京五輪大会にね、そのノウハウを、提供する、共有するとか、そういう協力姿勢を、ね、五輪パートナーとして残るのであればですよ、オフィシャルパートナーとして残るのであれば、こんな中止やらせようとかですね、一部の論説委員の方々に社説書かしてそれを掲載してわいわい喜んでないでですね、自分たちも夏にですね甲子園大会というこの高校球児たちがもう本当楽しみにして、そしてもう人生かけて頑張っているこの大会の主催者なんで、主催者なんですから、主催者の一人なんですから、こういうものをですねバックアップをしていく方法をね提供する、共有する、まあそういうこともねするべきなんじゃないかというふうに思います。まあオリンピックパラリンピックもう予断を許さない状況でありますけども、まあ我々ですねもちろんもう、まあ、延期できるならそれが一番望ましいですけども、この時期まで来るとなかなか難しかろう。そして開催するのであれば、じゃあ開催するのか。開催するのであれば、今の感染対策ではなかなか難しいですよね。だからもう水際対策も徹底する。ワクチンもできる限り急ぐ。そしてもう、無観客も含めてですね、ありとあらゆる安全対策を徹底する。まあ、こうした現実路線でですね、関連的にただただ批判をして、中止をしろというのではなくてですね、どうするのが最もベストなのか、延期果たしてできるのか、できないのであれば、どうやったら安心安全な大会が実施できるのか。そういうこともしっかり最後まで追求していきたいと思いますし、やむにやまれず中止をするときはですね、客観的な基準を設けて、国民、世界の人々にも納得していただけるような客観的な指標、こうしたものをあらかじめ作っておいて公表していくと。まあ、こうしたこともですね、しっかりと提言してまいりたいと考えておりますので、引き続きご注目とご指導ご鞭撻、チャンネル登録をお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。